今日は、北海道は美瑛の青い池の駐車場におります。で、先日採集した、くるみの実を今から、食べれるように加工していきたいなと思います。はい、まずこちらが採集したくるみです。こんな感じで黒ずんでますね。まあ、実際食べるのは中の、殻の中の、実なので、外身は関係ないそうです。はい、じゃあ早速これ剥いていきたいなと思います。で、くるみですがかなりアクが強いので、こういった形で手袋を代わりにするようにしてください。で、実際こうやって黒ずんだものはかなりドゥルンって簡単に剥くことができます。よし、イカドリの葉っぱがあったので、こちらに、じゃあ感じでですね、剥いた身とあと外の皮を、分けました。ちょっとあんまし取れてなかったかもしれないですけども、まあ、かなり手で簡単に、皮をポリポリと剥けるって感じですね。で、青い身の方が、まあ、感覚的にこうパキパキと剥ける感じで剥きやすかったです。黒い方はこうどうも結構ドロドロとした、部分が残っちゃうって感じですね。まあ、これを今から洗って干して、食べれる状態にしていきたいなと思います。手が多少汚れるのは仕方がないということですね。ゴシゴシと洗うとこうだいぶくるみらしくなってきました。まあ、どうせ殻は食べないので、まあ、あらかた綺麗にって感じで OK です。はい、というわけで、剥き終わりました。こんな感じでね、じゃん、水も真っ黒です。このくるみを、こちらの、フードドライヤーに入れて乾かしていこうと思います。ドライフードリコイツかなんかで買いました。はい、こんな感じで干してます。3、4時間ぐらいして、まあ、カラカラになったら、割って中身を取り出していきたいなと思います。じゃあ早速こんな感じで温めていきます。そうですね、ちょっといった結果なんですけども、なんかあの元々のよりも軽くなった感じがしますね。だからやっぱしあの湯気っていうのは中の水分が出た感じなのかなと思います。で、ちなみに、いる前のものをマイナスドライバーで開けようと思ったんですけども、それはちょっと全然もうこれも無理だわっていう感じだったので、今からいったものを、割っていくということをやっていこうと思います。割れました。だって結構地道な作業ですね。ちょっとこれを今から全部やっていこうと思います。はい、こんな感じでですね、くるみが割れました。なので今からですね、この先っぽが尖ってるピックみたいなものを使って、くるみを掘り出していきたいなと思います。はい、ということで、くるみがこんな感じでですね、取ることができました。はい、で、まあ、鬼くるみっていう種類みたいなんですけども、なんか僕が知ってるくるみは、まあ、もっといってあるのか分かんないですけども、結構こう油分があってジューシーな感じですね。はい、まあ、こちらですね、おつまみにしたり、なんだろうな、まあ、何かお菓子作りに使ったりしていけたらなと思ってます。はい、くるみは、自分で取ることができるということが分かりました。